フワイヨート軍は、台南部、トラン県にある軍である。フワイヨーととは、渓谷頂上という意味である。これは、地元を流れるトラン川の水系に渓谷が多いこと。軍の東には、山々が山脈を作っており、頂上がたくさんあることに由来すると言われる。日本語では、フワイヨットフワイヨートフワイよっトなどとも、ラーマ2世の頃、 現在の不愛用と軍の地域はおおよそ、トラン側の東と西の地域に分けられ、それぞれトランの領域とナコーンシータンマラーと王国の二つに分かれていた。ラーマ5世がこの地に視察に来た時は、中国人の労働者たちがペナントから移住してきて、この地域で鉱山経営を始めた。これによりこの地に市場ができ徐々に町として発展した、さらに後には、 ワット不愛用との前で西洋資本による鉱山開発も行われた。1880年、トラン県が成立すると、トランに属していたトラン川西岸地域がトラン県の管轄下に置かれた。その後、1887年、カオカオ軍の名前でトラン川の東岸地域も合わせて軍となった。その後、1912年名称が、 軍庁所在地のタムボン・フワイオートに合わせフワイオート軍に改称された。しかし、1917年名称がカオカオ軍に戻された。その後1939年にフワイオート軍と再び名を変えた。市街地はトランガーの形成した平地にあり、市内の主な水源も同化線である。軍の東にはナコーンシー・タンマラート山脈が広がり、 カオラックだけや南東にはカオプルカオや国立公園が広がる。交通は大国鉄が南北に通っている。また国道4号線が東から南に通っており、東にクーラビー方面、西にトラン方面とつながっている。また北に国道403号線が伸びており、トゥンソン方面とつながっている。内の主な産業は農業であり、主な品は パラゴムの木、パームシュである。軍は16のタムボンに分かれさらにその階に133の村がある。自治体があり、以下のようになっている。また、軍内には16のタムボン養成体がある。なお、以下のリストで結番のタムボンは分離して、ラッサダー軍を形成しているタムボンである。ありがとうございます。